どうも、メリジーです。魔族大学生人知らになりました。さて、ご覧の通り新女神転生3をやっているのですが、そのゲーム内に新女神転生1の楽曲が使われていることはご存知でしょうか。新女神転生3の銀座でアレンジされて流れているのですが、このアレンジが本当に素敵です。元祖とアレンジと聴き比べたいと思いまとめてみましたので、よろしければ最後までお楽しみいただければと思います。もし気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。いかがでしたでしょうか。原曲もアレンジも素晴らしい。シリーズ作で過去作の曲をアレンジして再登場って粋なことをしてくれますよね。思わずあっと聞き入ってしまいます。皆さんは原曲とアレンジどっちがお気に入りでしょうか。コメント欄に原曲アレンジと書いておくので、お好きな方のグッドボタンを押して投票してもらえると嬉しいです。さて、最後に新女神転生の銀座の曲を聴いてみましょう。新女神転生3の銀座とは全然別の曲になっています。